はい、こんにちは。まえチャンネル前原で す。はい、今日はこちらですね。はい。アミーボ、ミュウツーです。はい、アミーボ紹介するの初めてかな。うん。のミュウツーが、つい先日出ましたので購入しました。うん、ね、ポケモンのね、映画をね、うちら結構今見てるんだけど、うん、第1作目のミュウツー逆襲。うん、あと、一昨年ぐらいだったっけ、新速のゲノセクとミュウツー覚醒、うん、に両方ともねミュウツー出てきてるけど、うん、あの1作目のねミュウツーの方がパパ好きなんだ。うん、A ちゃんも1作目はね、市村正親さんっていうね俳優さん、うん、男の俳優さんが私は何のために生まれてきたのか言ってるんだけど、うん、これはねこの迷い感がすごいいいんだよね。うん、一方新速のゲノセクトミュウツー覚醒の方では、そう、そっちはね高島礼子さん、あの女優のね、うん、高島礼子さんがやって、そっちはねもうなんか極まっててね、うん、神みたいな存在だったからね。そうだよね。うん、でどっちかっていうとうちらは1作目の方が好きなんだよね。そうだね、うん、1作目の特別版、そう、特別版も見てて、でそのまあミュウツーうちら好きだから、うん、今回買ってみました。うん、前置き長くなっちゃったけど開けてみたいと思います。はい、はい、ふいふい、おー、いいね。うん、はい、こちらがアミーボのミュウツーですね。素晴らしいね。うん、このさ、あ、今破れちゃったけどパッケージにあるミュウツー、うん、この CG のミュウツーをそのままフィギュア化した感じだな。そうだね、すごくよくできてる。そうだね、躍動感あるし。そうだね、ミュウの2番目でミュウツーなんだよね。うん、うん、お尻が大きいよね。うん、指がねちょっと丸まってる。あ、そうそうそう、なんかね、可愛らしい指してるよね。そうだね。うん、今回ですねこれを使ってミュウツークイズをやってみたいと思いますね。はい、ミュウツーが出題してくれますんで、はいはい、エジン君それに答えてください。はい、はい、じゃあいきますよ。はい、第1問ですね。はい、ミュウツーさんお願いします。はい、私は何のために生まれてきたのか、体の中に水を入れるためだけなのか、いや違う、いろんな人に服をぐるぐる回してきれいにすることができる。私は何のために生まれてきたのか。人間によって洗剤を入れられる。はい、エイシン君、洗タッチ正解。よし、じゃあ第2問。はい、ミュウツーさんお願いします。私は何のために生まれてきたのか、物を冷やすためか、いや違う、私は物を腐らせないために生まれてきた。はい、問題の途中ですけど大丈夫ですか。はい、エイシン君どうぞ。氷。ダメ。では続きをミュウツーさんお願いします。はい、私は何のために生まれてきたのか。開くと牛乳やコーラやお茶などを入れることもできる。はい、エイシン君、冷蔵庫。正解。ティロニロニロン。よし、おめでとう、エイシン君。では第3問、ミュウツーさんお願いします。はい、私は何のために生まれてきたのか。人を運ぶためだけか、いや違う、人だけでなく自転車を運ぶこともできる、たまに。はい、エイシン君、問題の途中ですけど大丈夫ですか。はい、はい、どうぞ。車。ミュウツーさん、問題の続きをお願いします。はい、私はコンテナを運ぶこともできる、人を運ぶだけでなく大空へ羽ばたく。私は、はい、エイシン君、飛行機。正解。リドリドリドン。素晴らしいですね。はい、ということでミュウツークイズ以上でございました。早っ。ごめん、ちょっとネタ切れだ。ミュウツーさんもう思いつかなかったみたい。すいませんですね。はい、ということで、ちょっとグダグダだったね。皆さん一緒に考えていただけましたでしょうか。うん、簡単すぎたかな。そうだね、もうちょっとじゃあレベルがちょっと高い版を今度考えましょうか。うん、でも兄さんはちょっと難しかったと思う。あ、そうですか。うん、はい、まあエイシン君ね、小学校1年生ですから、小学校1年生に分かるレベルで問題出してみました。あ、ミュウツーさんが出してくれました。あ、おい。はい、ということで今回はアミーボのミュウツーでした。はい、ということで今日の動画がもし面白かったなとか良かったなと思う方はぜひ高評価ボタンをお願いします。そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになります。ぜひチャンネル登録もお願いします。私は何のために生まれてきたのか。
にはコメントをくれ。ぜひコメントをくれ。待っている。